銚子遊覧鉄道は、かつて観光開発を目論んで建設された、銚子駅と犬坊崎を結ぶ、鉄道路線を営業していた、鉄道事業者である。1923年に開業した、銚子鉄道はその線形を踏襲して、外川駅まで延伸し、現在の銚子電気鉄道線に至っている。 社長の浜口吉兵衛1897年6月1日に開通した総武鉄道の開通と漁業、醤油醸造業、石材業の繁栄に支えられた長子界隈ではその貨物運搬と犬坊崎への観光客に応える交通基盤の整備が求められていた総武鉄道は延長計画を1900年5月10日に 外側までの延長建設を認可されたが、1904年5月12日に、この免許を返納した。1909年には、当時木更津野田等に進められていた、県営軽弁鉄道の流れを受けて、超市人車鉄道が再び県営鉄道としての実現を試みたが、県の資金的援助を得るに至らず断念、再び1912年に施行された。 京弁鉄道補助法に着目した、富士ガス宝石株式会社の社長であった、浜口吉右衛門やひげた上油の創業者、田中玄馬等が、株主となって1913年1月15日、蒸気鉄道としての運営を目指した、資本金15万円の、長子遊覧鉄道株式会社を設立、同年12月に、長子犬吠え館が開通した。別記の収支にあるように、 開業以来3年後も赤字は累積、補助金の補填で欠損を補っていたが、初年度から鉄道の経営は南極を迎える。後新村民を中心とする地元住民等の激しい反対運動が展開されたが、出資者自体が鉄道事業の運営に明るくなく、また戦時下にあって国内における主要幹線以外の公共交通機関を維持することが、 資材調達と資金繰りの面から困難と判断され、経営判断によって1917年11月3日に会社株主総会で会社解散を決議、1917年の11月20日、廃止許可が認可されたその日に運行を終了している。公式には1917年の11月30日と記されている文献もあるが、 1917年11月22日付の東京日日新聞暴走版に、調子遊覧鉄道は維持困難を理由に、いよいよ解散と決定し、201日から運転廃止となるので他元別の乗車をなすべく20日午後に時20分、調子駅発に乗り込む。列車は満員であるが、外来客はほとんど、いずれも更新、調子の村町で、 ゼトの人々の口からは言い合わしたように、これが乗りしまいでしょう。明日からは不便になりますなの言葉が交わされる。との手記があり、やはり1917年11月20日の犬吠え初15時23分の列車が最終運行であると判断できる。鉄鋼街は売却され、同省後の土地は、同社系列の旅館赤月つ取り館自動車部が所有するバス専用道路となった。 赤月鳥館は1916年6月、長子遊覧鉄道の参加に入った旅館業で、当時フォード車製の乗り合い自動車をこの専用道路に走らせたが、運賃が片道30銭と高価でもあったために定着しなかった。なお、日本最初の自動車専用道路は1918年7月に開通した函館床か村とされているので、この試みは、 かなり斬新だったと言える。会社は土地と施設の売り収益による損益の回収を試み、衆議院議員であり、同社の重役でもあった吉上昭一郎等を中心に、国鉄総武本線の延長計画の推進を働きかけたが実現せず、6年後の1923年7月、新規に設立された長子鉄道として、 再び鉄道線として外川まで、延伸開通指揮に至っている。開業時には1日7往復、長子犬吠え間を23分で走行した。乗客数が思うように伸びず、開業3ヶ月後には、列車の部分的運休、その後1914年2月5日のダイヤ改正では、全区間の往復は1日に6往復、長子中の町間に1往復と、減便された。 夏の繁忙時には臨時列車を増便運行し観光客に対応した。単に戦前術の通り補助金による補填がなければ開業から廃線時まで赤字業績を累積していたことになる。開業前夜には鉄道員に収支概算として約2万3000円程度の収入を報告しており、その内訳の中でも7割を貨物輸送によって 形状することを見込んでいたが、当初からその目論みが大きく外れた結果となり、その役割は4年の短命に終わった。経営破綻は、総武本線との連携を確立させ首都圏への物資輸送を強化し調子の産業育成に貢献することが叶わず、また、第一次世界大戦の勃発による鉄鋼材の高騰という時代的背景に加えて、 何よりも地場に密着したまた交通に明るい経営陣が揃っていなかったことが相乗的に災いした結果である。開業時に鉄道員からイギリスのナスミス・ウィルソン社製の小型輸入機関車2機を払い受けし、それぞれを1号、2号と命名した。廃線後、2機は八幡製鉄所へ売却し201号、202号として1950年代まで使用された。 諸言、関節鉄道、相型、タイプ、戦歴、東京のアマの工場製ダブルルーフの木造に軸、ボギー客車を4両所有していた。いずれも、開業時に購入したもので認可は1913年12月20日。オープンデッキの貫通式小型で、当時の地方施設用に製造された汎用タイプ。社長26フィート、次長ロットンは、各社共通で、 廃止後は、道の区鉄道へ売却されそのままの形式番号で使用された。設計認可は、客車と同じ1913年12月20日であり、同じく東京の天の工場製。過重7トンの愛知、ワプイチ、と1.2の木造二軸車の4両。廃止後は、道の区鉄道へ客車と共に売却された。前述の通り、現在の長電鉄は、 その施設と同床を購入したため、現在でも、ほぼその線形と駅舎の位置関係は大幅には変わっていない。駅名、接続路線の事業者名、駅の所在地、停車駅は廃止時点のもの。全駅千葉県会場群に所在。ありがとうございます。